んにちは。OB クラブ公式 YouTube チャンネル司会を務めさせていただきます半田愛です。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。そして今回はですね、特別に心強いダブル MC としてこの方にお越しいただいております。元横浜ベイスターズ中根仁さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。しかし生の声すごい綺麗だね。あ、本当ですか。うん、びっくり。ちょっとスイッチ入れました。いいね、これぐらいでいいですか。ありがとうございます。気分よく務めさせていただきま す、はいね、いいすね。中根さん、今 OB クラブのウェブ統括リーダーを務めてらっしゃるということですね。そうなんですよ。ですあの、まあ、ネット系のね、こういうあの YouTube とかの一応リーダーっていう形なんですけど、お手伝いさせてもらってます。はい、お願いします。ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速ゲストを、ご紹介いたしましょう。今回はヤクルトスワローズ、そして、野球界には欠かせない頭脳、宮本慎也さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。欠かせない頭脳。うまいこと言うね。まさに中根さんと宮本さんは年齢でいうと4歳そうですね、はい、差ですね。はい、中根さんがプロ入り89年、はい、そして宮本さん95年というところですが、はい、中根さんから見たその宮本さんの印象というのはいかがでしょう。もうね、後輩ですけど、はい、キャプテン、うん、リーダー、はいはい、ちょっと悔しいけどリーダーだ ね、 ーーね。あのやっぱこう試合やって見てても、はい、そういう雰囲気あって内野手だしね、ええ、うん、すごい目立ってましたね。アテネオリンピック、それから北京オリンピック日本代表キャプテン、そしてヤクルト一筋で、2000本安打、それからシーズン最多犠打記録もお持ちです。ゴールデングラブ10回、ベスト9と、ゴールデングラブ10回って、まあ、僕は1回ももちろん取ったことないんですけど、やきもち焼くよね。悔しいよね。10回だよ。そうですよね、まあ、すごい選手だということですよね。でもあれですね、お二人はこうやってお会いになるのは久々ということですか。そうです。なかなか機会としては、ね、はい、キャンプの時にはちょっと、可愛がってる後輩がいて、はいはい、シーヤどう、頼むよ頼むよ、そういうお話があるんですね。でもあれですかね、共通点とすればゴルフ。でもゴルフは一緒には回ったことない。回ったことがない、はい、あ、うん、帰りにちょっと約束したいなと。はい、いいですね。ね、行きましょう。この前あれですよ、70出されたんですよ。ね、あれはあの、はい、ダブルスの試合なんで、いいスコアを取っていった方ですけど、でも選手はあれです、あのコンペで白 T なんですけど、うん、68出ました。僕の知り合いのカメラマンやってる東大のゴルフ部の知り合いがいるんですけど、ね、あ、本当ですか。さっき散々教えてもらって、はい、ベストスコアいくつだって言ったら75って言ってましたよ。あ、本当ですか。教えてもらってたのに俺よりベストスコアが悪かったというね。すごいね。すごいたまたま出たんですよ。 PL 軍団ね、うまいのよ。野村もうまい、立つ。あ、そうですか。はい、ではまたあのゴルフ談義も、いや、ゆっくりしたいんだけど次回、そうですね、次回ね、はい、というところで野球のお話聞かせていただきます。はい、宮本さん、野球は小学3年生からですか。そうです、あのチームに入ったのは3年生の時ですね。3年から、はい、あのお父様が大の巨人ファン。巨人ファンの長嶋さんのファンですね。あ、はい、宮本少年もその巨人入りというのは熱望されて、あの小学校の卒業文集ではあの巨人に入りたいっていう、入りたい、書きました。大阪。そう、大阪なんですけど、ね、父親があの四国だったんで、電線しかテレビ映らないっていうところからだと思うんですけど、はい、昔はね、はい、昔はそうだもんね。そうですね。高校は PL 学園に、はい、待って、小学校の時ってどういう選手だったの。小学校の時ですか。です、小学校の時はまあ自分では一番上手いと思ってました、そのチームの中では。まあ、上手いやつもいましたけど、いや、僕3番ピッチャーでしたね。あ、3番ピッチャー、はい、身長は、いや、小さかったんですよ。150あるかないかぐらいだったんです。中学校で72、3ぐらいになったんで、23センチ、4センチぐらい伸びたんですかね。ピッチャーだったらね、目立つよね。そうですね、ただ中学校入って、ね、まあ、シニアリーグ入ったんですけど、うん、ピッチャー出身来いって言って3球投げて、お前ら野手って言われたんです。ピッチャー首って言って1年生の時点で、はい、足は速かったよね。まあまあですね、その飛び切りは速くなかったですね。なんていうかな、中学校で目立つ選手って、はい、まあまあ体大きくて、そう、ね、まあ、ピッチャーが球速いとか、うん、はい、遠くに飛ばすとか。僕だからそんなに有名な選手じゃないです、うん、本当運よく PL の方が見てらっしゃって、うん、誘っていただいたという、
そのスカウトすごいね。ただこれも紙一重で、4番のやつが、中学校の時4番のやつが右投げ左打ちでサードだったんですよ、うん、でそいつと別々で PL か三大どっち行きたいって言われたんです。三大っていうのは今の大阪桐蔭です、うん、で僕は PL 行きたいって言って、うん、でその彼は三大行きたいって言ったんですよ。その時点で決まったんですよ。でももし彼が PL って言ったら多分僕が三大行かされてたと思うんですよ多分。だからそこの分岐点はすごい大きかったですね僕は。中学校の時にはもうショート、中学校の時はセカンドなんです。実はへえ、はい、まあまあ目立たない。そうですね、そんなになんかまあ大きくないし、知ってるやつは知ってるみたいなぐらいじゃないですか、はい、肩は強かった。肩はまあまあ強かった方だと思うんです。だからもうごくごく平均よりちょっといいぐらいの感じですね。PL でレギュラー取れるって思ってた最初ですか。最初はもうちょっと大丈夫かなみたいな、うん、自分自身、うん、1ヶ月ぐらいは練習一緒にはさせていただけないんですけど、うん、5月ぐらいから一緒に練習するんですよね、あの上級生と。1週間ぐらいやった後に監督の方からショート行けって言われて、そこからずっとショートですね。PL 特待？一応あの家庭が裕福じゃなかったんで、うん、あのそこ半額特待じゃないですけど、ちょっとした特待ですね、うん、特待あるんだ PL は。初めて知ったんだけど。そうですね、 PL どうのこうのって書いてあったから、はい、特待なのかな、 PL って特待あるのかなってちょっと思ってて。そうですね、ランクがあるんですよね。あったんだ、はい、昔はあんまり人数制限もなかったと思うので。マジ？あのいろいろ問題が出て5人が好ましいっていうふうに最近になったんで、俺は推薦だったの、はい、高校ね、はい、俺は東高校なんだけど、はい、特待になりたくて、はい、なんで俺多分一番うまいと思うんだけど、はい、なんで特待じゃないのって思って監督に言いに行って、はい、なんで特待じゃないんですかって言いに行ったことあるんだけど、はい、いろいろあんだよって言われて高校の特待って一番の親高校じゃないかってすごい思ってて、はい、うちも厳しいんだけどとか思いながらまあ中学生見たりしてますけど、特待っていうのはやっぱ特別ですよ ね, だよね、最高の親孝行だと思うんだよね、それなのになんか特待減らせたなんだ。あ、そうですね、これあんまり良くないかな、まあ、こういうこと言っちゃうとね。で PL 学園と言いますと、まあ、その上下関係というものも、うん、まあ、まあもちろんどこのチームにもあるとは思うんですが、はいはい、まあ、特にこう際立つのかなというイメージもあるんですが、まあ、そうですね、あの皆さん OB は僕も含めて、まあ、表立って話してしまってるんで、まあ、その他にも厳しいのがたくさんあると思うんですけど、でも16歳でそれまでお母さんにやってもらってたことを、はい、それ以上のことを先輩にしないといけなかったんで、うん、なかなか、はい、あの厳しい、なるほど、温かいご指導が、温かいご指導、はい、ありました。でも思うけど、はい、深夜は可愛がられても可愛がられなかった。まあでも何回やったらやっぱり連帯責任なんで、結局は、はい、全員がみたいなところあるんで、突然橋本さんジャイアンツに言った、うん、かなり温かい指導はされる方なんですけど僕は結構可愛がってもらったんですよ本当に、はい、だから結構助けてもらいました。相手に散々やられたよデーブの店で。あ、そうですか。ハイボールハイボールっちゅうのにウイスキーの水、あの本当これぐらいしか入ってなくて、あの炭酸、あ、皆さん今日メジャーで作ってきましたそういうのはなかったってことね。なかったです。もう結構助けてもらいました。あいつに可愛がってもらったらもう怖いもんないんだ。結構は、そうなんですか、ね、いい高校生活してたかもしれないよいやいや、そんなことないですよでもあの同じく1学年上が立浪さんいらして、はい、片岡篤さんもいらして、はい、野村弘樹さんもいらして、はい、1つ下に野々垣武さん、はい、で2つ下に、入木さん。そうですね、はい、という面々はいかがでしょう。中根さん、いかがなんですかずっと毎年なんか、まあその高校からではなくてもなんか社会人大学経由とかでどれぐらい下まで行ってるんですかね。空いてる年多分ないです。誰か行ってます。はい、結果的に誰かが行ってるっていう、結構何年も続いてるんじゃないですか、ね、PL だもん。かっこよかったもんな。そうですか。このユニフォーム、で僕ら ね3年生の時甲子園出れなかったんで。あ、え、どこ負けたの。夏はね、公立高校に負けたんですよ。だからもうすごい、あの学校戻った時には結構な扱いでした。あの先生挨拶してくれなかったりとか。公立に負けちゃったの。そうなんです。何回戦。5回戦です。準々ぐらい。いや、5回戦です。勝って準々決勝です。うわ、さすがだな大阪。僕の年から4年間出てないですよ。3年間か。だから僕でしょ、うん、野々垣でしょ、入木、はい、うん、その下坪井なんですけど、うん、坪井も甲子園出てないんですよ。で僕は2年生でメンバー入ったんで出れましたけど、この4学年が甲子園出てないんです
でその下に今岡から出てるんですよね、ま、あなるほどね。でもその、まあ、2年生の夏は唯一の2年生としての、はい、あのね、メンバーはもう一人いたんです。あ、そうですか、はい、甲子園の場というのはいかがでしたか。まあ、やっぱりその開会式が僕は一番感動して、その夢見てた甲子園に出たっていうのが、リハーサルやるんですけど、やっぱり本番にパッと入った時に、お客さんがバーッと出た時に、結構その時真っ白になりましたね。ああそうですか。あ、本当に俺甲子園出たみたいな。僕大阪大会も1試合も出てないですよ。で、あ、もうこれメンバー外されるなと思って、当時大阪大会17人、甲子園は15だったじゃないですか、僕らの時、うん、絶対落ちると思ってたんですけど、決勝戦で大阪大会の決勝戦、内野の控えの人が怪我されて、うん、で入った感じなんです、うん、2回戦がなんかダイソーで出て、うん、でそのレフト守れるかって言われて、うん、もう出るチャンスないと思ったから、守ったことないけど守れますって言ってレフト守って、うん、でもこれで終わりだなと思ったら、準々決勝でサードのレギュラーの5番打ってた方が脱臼して、で準決勝は無理して出られたんですよ、ファーストで、片岡さんサード回って、うん、で途中から出て打席回ってきてヒット打って、もう思い残すことないなと思ったら決勝戦スタメンだったんですよ。もうそれはもうめちゃくちゃ嫌でしたよ。春夏連覇かかってて、一個下は何にも戦力にならずにここまで来てて、うん、僕が出て負けたらどうしようかなと思って緊張しまくってました。結果は、結果は3打数1安打で結構さばいたんですよ、サードが結構狙われてて、あの島田直也さんの上層学院、結構セーフバントがやられたんですけど、結構さばけて無事終了した、もう持ってんだわ。いやいや、ちょっと俺と違うわ。いやいや、そんなことないです。普通のね、プロ野球選手でも、俺も、はい、俺の話だから短く言うね。俺ね、背番号16番だったの、県大会、はい、1, あ1年生、はい、背番号発表って言ったら俺15番になったの、はい、甲子園、15番つけてた先輩が3年生だった。きっつーと思って、甲子園初めて高校1年で行って、はいはい、で打席も立たせてもらって、それすごいですね。最終回に1回戦で負けちゃったんだけど、でも東北高校って当時で言ったら宮城で一番の監督でしょ。まあ、あのそうそうですよね、仙台育英とかって、もう一つ羽生結弦でしょ、はいはい、宮里藍でしょ違う、野球選手出てこないでしょ野球選手佐々木さんいるじゃないですか。佐々木はね、一個下。一個下、あ、そうです、ね、あとダルビッシュとか斉藤隆とか、ね、そうですね、メジャーリーガーすごいいるけど、まあ俺もラッキーだったんだけど。そうですね、1年生からはやっぱりすごいですよ、やっぱり。でも深夜のラッキーもすごいね。いや、もう僕はつきまくってましたあれで。ね、2年の時ね。あれで結構大学から誘いありましたから。あ中根さん、PL 学園の打撃理論を伺いたいんですよね。うん、俺ね、その旗って1年生の時に PL ね、みんな打つじゃん。はい、清原桑田が1個下なの、はい、ほんで、まあ、大学の時に同級生で旗手っていう同級生入ってきて、はいはい、聞いたもん、 PL のバッティングどんなんって言って、ちょっと教えてもらったのは、はいはい、あの変化球どうやって打つのって言って、はい、そしたらヘッドを立てながらこう打つんだっていうね、そうやって PL 教えんのって言って、でその通りやったらなんかちょっと打てるようになって、あ、こうやって打つのと思って、PL ってバッティング教えんのかなと思って、西山先生っていう、まあ、コーチがおられたんですけど、普通にバッティング練習してバックスクリーンとか入れるんですよ、竹バットで。何歳ぐらい？まあ、40いってないぐらいかな。バンバン入れるんですよ。だからよく上から上からって言われてましたけど、うんうん、西山先生は絶対レベルに入れてこい、レベルに入れてこいっていうのは常々言われてましたね。テイクバックとか結構こう、PL の選手って結構こうやって取ってるんですよ、うんうんうん、まあ、まあいうのも言われましたね。いいこと教えてるわ。やっぱテイクバックとかね、うん、そうですね、大事だもんね、はい。また、まあ、中村淳二監督、はい、まあ、名将でいらっしゃいますが、どんな思い出がおありですか。まあ、でも本当1回も甲子園出てとか日本一になるぞなんて言ったことないんですよ実は。1日でも長く1年でも長く野球をやってほしいっていうところで、体の使い方とか体の仕組みの話、あの説明とかはすごく、そう、例えば内野手なんかで腰落とせ腰落とせって言うじゃないですか、うんうん、で腰落とそうとしたりとかすると、まあ、目線が勝手に自分で下げて腰が落ちてるって勘違いすることもあるし、うん、腰が落ちすぎることもあるから、うん、膝を曲げたら勝手に腰が落ちるだろうって言われたんですよね、うんうん、だから腰を落とそう落とそうと思わなくても膝を少し曲げれば勝手に腰は落ちるよとか、手が離れるとその送球が悪くなるから近くだったら扱えるとか、人間のこの体の仕組みをこうやって使いなさい、体をこういうふうに使ったら怪我も防止できますよみたいな、姿勢とかすごく言われました。僕姿勢悪かったんでこういう姿勢だったんで、いつもこう伸ばせ伸ばせって言って言われました。じゃあ守備は深夜は PL で
まあまあこう覚えた。そうですね、中村監督の教えもあるんですけど、うん、みんなやっぱ上手なんですよ、うん、僕はまあショートで僕の前にノック受けてるのは立浪さんだったんで、見よう見まねでなんとかこの人に近づきたいっていう一心で、でまたその PL ってまあ厳しいんですけど、上下関係練習とか手伝いとかしに行くんですよ。でその時に10球ぐらい打たせてもらって教えてくれたりとかするんですよ。なんかそういうこうなんか全部なんかすごい悪いイメージあるんですけど、悪い厳しいね、付き人がダメだみたいな悪いイメージあるんですけど、そうやって教えてくださったりとか、いい面もやっぱたくさんありましたね。教えてくださったりとか言うもんね、PL の先輩の話になるとやはりこう特別なチームという印象はありますか？いやめちゃくちゃあるよ。俺の時はもうまさにまたでもね、春も夏も PL じゃなかったの、準優勝だったの。そうです、清原桑田が2年生の時、はい、そうですね、うん、春が岩倉高校、岩倉山口さんですね。そう、山口よ。で夏が鳥取に行こうですね、鳥取に行こう、石田さんとか、うん、吉田さんですね、吉田、うん、勝てなかったんだよね、両方やんちゃくれでしょ。だから、ね、後から思ったのがやんちゃくれ決勝だと思って、まあ、PL の同級生が大学来ました、はい、で岩倉のキャプテンが来ました、はい、三山さんね、うん、知ってんの？宮山さん、あ、そっか、プリンスじゃん。めちゃくちゃ可愛がってもらったんで。あ、そう、はい、俺宮山今でも連絡するぐらいです、ま、マジ、はい、宮山ってやんちゃくれ可愛がるんだよね。あの大学の時も一個下のナンバーワンやんちゃくれを可愛がってたんだよ僕はそんなやんちゃくれじゃないですかそうなの、はい、これまた繋がったの。そうですね、繋がりはありましたね、はい、そういう時代が、ね、あったということですよねそうそうそうということで、今回この辺りではい、また次回に続きたいと思いますので、はい、皆さんぜひチャンネル登録、はい、そしてグッドボタンもお願いいたします。お願いします、ということで中根さん、宮本さん、どうもありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。